マレーシアとベトナムの関係は少なくとも15世紀まで遡れる。近年においては、マレーシアは1973年3月30日にベトナムと外交関係を築き、2015年現在においてもこの関係は継続している。1970年代後半から1980年代にかけて両国間の関係は、 カンボジア・ベトナム戦争とベトナムからのボートピープルのマレーシアへの流入の結果、緊張状態にあった。その後これらの問題が解決したことにより、強力な経済や貿易での結びつきが醸成された。また二国間にあっては、情報技術、教育、国防とともに貿易の関係が急激に成長した。ベトナムとマレーシアは、 タイランド湾と南シナ海にて海の国境線で接しており、また南沙諸島の領有をそれぞれ主張している。両国はいずれも相手国の首都に大使館を設置している。すなわちベトナムはクアラルンプールに大使館を、マレーシアはハノイに大使館、ホーチミン氏にはマレーシア領事館を置いている。歴史的な記録によれば、 現代のマレーシアに該当する国や王国を訪問するベトナム人は18世紀以来ごくわずかな人数であった。これに対して現代のマレーシアは移民労働者、メールオーダー花嫁、学生などからなる10万人規模の在外ベトナム人コミュニティが存在している。他方ベトナムにはハノイやホーチミン氏を拠点とするビジネスマンがほとんどを占めている。 小規模な在外マレーシア人コミュニティがある。現代のマレーシアとベトナムに相当する地域の間の最も古い外交関係は1469年に遡る。ベトナムの霊長の兵士たちが徴工のため民に向かうマラッカ王国の施設団を捕らえてその一部を殺害する一方、生き残った者たちを強制して勘案とした。この事件の間、トンキンは マラッカ王国征服の意思を示しており、1481年に施設団を通じて、民の皇帝にこの意思を伝えた。民の皇帝は、マラッカ王国に対して、似たような攻撃が発生することに備えて、兵士を増員するよう命じた。中国の文献によれば、ベトナムは、ランサン王朝の侵略の期間において、マラッカ王国から敗北を起死した。 マレー語の歴史書においても1471年にベトナムがチャンパ王国に侵攻したチャムベトナム戦争時にチャム族の王子が自分の部下を連れてマラッカで小さなチャム族の植民地を形成し1590年代にはジョホールに対して他の地域からの侵略を防ぐべくジョホールの軍事支援のために部隊を展開したことが記されている17世紀 ジャンパ王国の参加にあったパンドゥランガとクランタンの間はベトナム側よりクランタンに対しマレー文化とイスラームを学ぶための外交施設団派遣が長期間にわたって行われたことから密接な外交的結びつきを醸成していった。ポーロメ王とその息子ポーサウト王以降の歴代の国王は17世紀から18世紀にかけて クランタンからのマレームスリムによる施設団を定期的に受け入れていた。ペナン島が18世紀末にイギリスの港湾拠点として整備されてから間もなく、ベトナムのジャンク船が増えにいた、ベトナムの皇帝の指示により、貿易のためこの港町を訪れ始めた。1790年代後半という早い時期の記録には、県庁初代皇帝の吉高三の商船が、佐藤霧を積んで、 インドに向かう途中、ペナン島に入港したことが記されている。初期の安南からの訪問者は商人を含んでいた。兵士たちはペナンのことを男腰語で美老書と呼んでいた。1810年の王族の物語では、ベトナムの人々はペナンをペナン島という意味のシーラをオと呼ぶようになった。ベトナムのカトリック教徒は1840年代から 進学を学ぶためペナンに渡った。この中には、著名な著述家である、チョン・ビン・キーが含まれていた。トレンガヌ王国の東部に対しては、ホア族が、コーチシナより、課金や米の貿易のため船で訪れてきた。ホア族の一部はこの地に定住し、現地家人と同化していった。チャム族ムスリムの指導者であるカテイップスマは、クランタンで教育を受け、 民意の地味角によるチャンパ併合後のベトナムに対する自ハードを行うべく帰国した。ホーチミンは1920年代後半から1930年代前半にかけて南洋共産党、後のマラヤ共産党の決闘にあたって鍵となる役割を果たすとともに1930年4月にジョホールのブローカサップで行われたマラヤ共産党。 結成記念式典への出席を含め、いくつかの機会を捉えて、英霊マラヤを何度か訪問している。マラヤ共産党に対するホーチミ民の影響は、ベトナム出身のライテックの入党と、その後の彼の1934年と1938年の初期長就任という形で現れていた。マラヤ共産党とベトナム共産党の協力と交流は、 1940年代後半におけるライテックの失脚後活発化した。マラヤ共産党はこの時期短期間ながらベトミンに対する先行団の輸送を促進した。第二次世界大戦期においてはベトミンとマラヤ人民公日軍はマラヤと普通インドシナへの進駐に抵抗した。マラヤとベトナムの共産党幹部間の密接な結びつきはその後 1954年のディエンビエン風の戦いによる共産党の勝利によって築かれた。ベトミンはマラヤ共産党に対して小規模な物資やコミュニケーションの支援及び訓練を1950年代から1960年代にかけていった。ビドン島の防波堤に位置する難民キャンプ。1985年撮影。最大1万人が収容された。 1991年閉鎖1975年にベトナム戦争は末期を迎えたが、サイゴン陥落直後の同年5月、ボートで脱出した初めてのベトナム人難民がマレーシアに到着し始めた。初めてマレーシアに到着したボートには47名が乗っていた。マレーシアに上陸した難民の数はベトナム政府が 南ベトナムの私有財産の没収政策を実施する1978年時点までは小規模なものであった。結果として大規模なベトナム人が自国より退去して脱出した。政府統計によれば、マレーシアが1977年に受け入れた難民は500名であったのに対し、1978年11月時点では19000名となった。 マレーシア内務省は1978年、同国に上陸する難民の増加を制限すべく、連邦タスクフォース7を設立した。メディアは難民がマレーシア警察や軍隊によって押し返される事件を報じている。この対応として難民たちはマレーシアから入国許可を得るため自分たちの棒音を恋に沈めるという手段を取った。この作戦が 政府に知られるようになったとき、当時のマハティール副首相は1979年6月、上陸を試みる難民に対する警察と海軍による発砲を可能にする法律を施行すると発表した。しかし、マハティール副首相の上役である、フセインオン首相は、マハティールによる銃撃の脅威をすぐに撤回した。最初のベトナム難民は、トレンガノ州のビドン島に、 国連の支援によって1978年8月に設立された。2万5千名の難民がすぐにビドン島に居住するようになった。その他の難民キャンプは、天ガ島、ブサール島、コタバル、クアンタン、サラワク州及びサバ州に設置された。クアラルンプールの寸外武士に一時収容センターが1982年に設立された。ここは難民が 西側諸国で永住を受け入れてもらうべく、マレーシアから国外退居するのを待つための施設であった。1981年から1983年にかけての間到着するベトナム難民の数は変動したが、その後の1984年から1986年までは大きく減少した。1987年、マレーシアと近隣諸国は、 大量のベトナム難民がマレーシアに上陸すべく波のように押し寄せる姿を目にした。1987年6月、アセアンサミットにおいて、難民による国外脱出をベトナム政府が無視していることに対し、加盟国が不満を表明した。1988年8月、ベトナム難民が戻るよう説得された上で、非自発的に本国に送還される協定を、 マレーシアとベトナムが結んだ。数名のベトナム政府派遣団がいくつかの難民キャンプでアウトリーチ会合を開催した。この協定は1980年から89年の間で自発的な本国期間を行うため登録されたものが40名にも満たなかったため不成功だと考えられた。1989年3月14日を最終期限とし、 この日よりも以前に上陸したすべてのベトナム人は自動的に難民に認定される一方、この日以降にやってきたすべての難民は難民としての地位を制限するための選別を行うとした。この選別方法は難民受け入れの意思を示している西側諸国に移送するため難民の地位を与えるかを決定する調査を本人が到着時に徹底的に行うというもので、 これは1988年6月に国際連合難民高等弁務官事務所が制定した。この10ヶ月間で9000名のうち4000名が西側諸国に移送された。また同時期においてさらに1万1000名の難民がマレーシアに上陸した。上陸したベトナム人に対し難民の地位を与えることを制限することになるこの規則の厳密な実施は 自発的本国相関プログラムを選択する一部のベトナム人を刺激した。1989年にはマレーシアにやってきた1000名から2000名のベトナム人難民が本国に帰還した。ベトナムに帰還することを選んだ難民には UNHCR によって最大1年分の給付金が支給された。1990年代初めにベトナムは経済成長を経験したため、 マレーシアに上陸する難民の数は急激に減少した。マレーシア、ベトナム、そして UNHCR による一致協力した問題への取り組みにより、マレーシアにおけるベトナム難民の人口規模を減少させることができ、ビドン島の難民キャンプは1991年11月には閉鎖となった。3000名のベトナム難民が自発的機関プログラムに参加し、 マレーシア国内の難民の数は1994年までには6000名まで減少した。マレーシアに上陸したベトナム人のうちマレーシアに残ったもののほとんどは UNHCR による選別方法を通過できず不法難民に分類された。彼ら、彼女らの多数派は ベトナムへの帰還を不本意ながらも受け入れることを表明したものの、収容所閉鎖のニュースが伝わった1995年にデモや暴動を引き起こした。寸外武士の難民収容センターは、その後、1996年6月に閉鎖された。最後の難民がベトナムに帰還したのは2005年であった。マレーシアは、1973年1月のパリ、 協定上院に従い、同年3月31日に、ベトナム民主共和国との間で、大使レベルでの外交関係を結んだ。1975年、両国の大使の交換に合意した。その後、マレーシアは、ハノイに、ベトナムは、クアラルンプールに、大使館を、それぞれ1976年5月29日に、開設した。 1970年代中盤から後半においては、二国間の緊密な関係を発展させる試みは、必ずしもうまくいかなかった。なぜなら、ベトナムは、自身にとっては反響を封じ込め政策の一種とも思える東南アジア平和、自由、中立地帯の考え方を抱いてすり寄ってくる、マレーシアの主張に対し、不満を抱いていたからである。 1977年8月の2国間首脳会議の際、マレーシアの首相フセインオンは、ベトナムの共産主義体制について、東南アアジア地域における植民地主義を払拭するものだとして称賛し、戦争で荒廃したベトナム経済を再構築するための経済的、技術的支援を行うことを約束した。ベトナムがカンボジアに侵攻すると、両国関係はすぐに悪化。 マレーシアには1970年代後半から1980年代にかけて難民が流入し、経済問題と国家安全保障問題が発生した。両国間の結びつきは、ベトナムがカンボジアからの撤退計画を公表した1988年以降、一般化した。1990年代初めには、両国の政府首脳が数多くの外交訪問や、 首脳会談を実施、経済協力や発展をうたった合意が数多く結ばれた。マレーシアが1991年にホーチミン氏に領事館を開設したことは、両国間のつながりを強化するものに見えた。両国は経済面での緊密な結束を継続して育成したため、ベトナムは1994年にマレーシアの支援によるアセアンへの加盟に関心があることを示した。 ベトナムは1995年にアセアンに加盟したが、マレーシアはこの加盟を温かく迎え入れた。1990年代の二国間関係は貿易、経済協力によって特徴付けられる一方で、他の分野における二国間協力は2000年以降のものであった。ベトナムとマレーシアは2000年。 ドラッグの越境取引に対する法執行と公権力による取り締まりに関する二国間協力に合意した。2004年のサミットでは IT、教育と外交及び一般的な協力関係の分野に関する3件の了解予防描きに署名がなされた。2008年に両国軍が共同訓練や軍事産業での協力に参加する MOU に署名したことにより、 両国の協力関係は国防の分野にまで拡大した。この MOU ではベトナム人漁師がマレーシア領海での違法操業や海賊行為のために侵入することを取り締まる海洋安全保障が強調された。マラヤ連邦とベトナム共和国の公的な関係は1959年に確立したが前年に行われたマレーシアのトゥンク・アブドゥルラーマン首相と 南ベトナムのモディン・ディエム大統領による首脳会談に続くものであった。南ベトナム大使館のクアラルンプールへの設置と、マレーシア大使館のサイゴンへの設置に関する合意は1960年に結ばれていたが、マラヤ連邦がマレーシアとなる1964年まで、お互い大使館は設置されなかった。共産主義勢力に対するマラヤ危機を経験したことで、 ベトナムでの共産党の勝利がドミノ理論によって自国の脅威となることを恐れたマレーシアはベトナム戦争において米軍を強く支持した。トゥンク・アブドゥルラーマン首相は1966年12月にこうした関係を明らかにするとともに米英両国に対しベトナムでの軍事活動に対する平坦支援を増加するよう求めた。マレーシアは南ベトナムの警察や 軍隊の管理に対し、その能力拡大を支援するため、行政機関の運営からジャングルでの戦闘まで訓練を施すとともにバイクを提供した。1975年のベトナム戦争終結に向けて、マレーシアは2段階を経て、サイゴンの大使館を閉鎖した。すなわち、第一段階は、百七十五年四月十一日に大使館関係者を帰還させ、 次に16日後の28日に完全閉鎖した。これは30日の最後ン陥落の2日前であった。1975年5月に組織され、短命に終わった南ベトナム共和国に対し、マレーシアは相手の政治的エデオロギーや社会制度に対して公明正大であるという立場を表して、誕生後数日以内に承認した。在派ノイマレーシア大使館は、 2004年以来、ディエンビエン風通り43-45にある。マレーシアはまた、1991年に、ホーチミン市に、公使館を開設、1年後に権限を拡大して、領事館に格上げして、現在に至っている。他方ハノイのマレーシア大使館は、1976年以来2回移転している。ザイクアラルンプールベトナム大使館は、 ストノルドオリオン2976年に開設、途中で当時の南ベトナム大使館と合併した。ベトナム大使館は2000年代に労働問題と国防問題を扱う事務所をクアラルンプールの2つの場所に分けて設置した。2013年2月、ベトナム大使館は0.69ヘクタールの土地を大使館建設と移転のため、プトラジャヤの第15地区に購入した。 マレーシアのペラシュータイピンで働く、ベトナム人工場労働者が寮で昼食をとる、様子マレーシアとベトナムの二国間貿易は、1975年のベトナム戦争終結時には220万ベイドルであった。戦後最初の3年間は、マレーシアは、ベトナムの油や資産業とゴム産業に対する、経済的、技術的支援を提案した。マレーシアはアをベトナムに輸出する一方、 マレーシアはベトナムから輸入する契約を結んだ。これら初期の協力や提案は、その後、1979年のベトナムによるカンボジア侵攻によってついえた。経済協力は、1988年より、徐々にではあるが再開し、同年の二国間貿易は5000万ドルとなった。二国間貿易は、1990年は1億4000万ドル。 1991年には2億3500万ドルに増加していった。この頃、マレーシア人ビジネスマンたちは、観光産業振興のためチミ民主からほど近い、バリアイコールブンタウ賞のブンタウにホテルを開業、営業を始めた。1992年の2カ国首脳会談では、油田とガス田の共同探索の計画に合意した。 ベトナムは南シナ海に相当数の油田を有している。二国間の結びつきはマレーシア国立銀行やマレーシア投資開発庁ペトロナスを含めた最初のマレーシアの法定機関と国有企業によって向上が見られた。また、ベトナムは銀行部門発展のためマレーシアからの支援を求めていた。マレーシアのパブリック銀行は 1993年から94年にかけて、ハノイとホーチミン氏に支店を開設するため、ビド銀行と共にジョイントベンチャー企業を立ち上げた。1994年までに、マレーシアはアセアンで2番目のベトナムへの投資国となった。ベトナムからマレーシアへの輸出品は多様であり、主に米、ゴム、輸料種子、機械によって構成されている一方、マレーシアは機械、 設備、化学製品を輸出しているが、これらは主に、マレーシアによるベトナムへの経済的支援に基づくものであった。マレーシア人ビジネスマンは、1994年だなんで、始まったアンドン輸出加工ゾーンの発展に責任を負った。1994年のアジア太平洋経済協力の会合において、マレーシアのマハティール首相は、食品分野においてマレーシアは、 完全に自給する必要はないという考えを表明するとともに、両国の経済的結びつき強化の手段として、ベトナムからの食品調達に関心があることを示した。2年後、マレーシア製の自動車、プロトンウィラは初めてベトナムで販売された。1996年の両国の合同委員会会議により、90年代後半にマレーシア人の熟練校と、 半熟連行のベトナム入国、就労を認めた。2002年と2003年の間には製造業拡大のため、ベトナム人労働者によるマレーシア入国の最初の波が訪れた。2003年までに6万7千名のベトナム人労働者がマレーシアにいた。両国は MOU を結び、非熟連行は英語やマレー語に一定の読解力があるものを除き、 雇用が制限されることとなった。労働許可を持つベトナム人労働者数は2011年までには8から9万人にわずかながら増加した。ベトナム人労働者の存在は後に建設、家事、農業、サービスといった各部門に拡大していった。一部のベトナム人労働者は中華料理店にウェーターとしての食を見つけており、中国語を十分に学んだ。 相当数のマレーシア人男性が外国人女性と結婚している。マレーシア政府移民局の統計によれば、その3分の1がベトナム人である。このような結婚の項目が初めて統計上に現れたのは1990年代で、あったが2000年代においては特に年配のマレーシア家人男性の間では一般的となった。地方巡回とプロファイリングに基づき、 花婿候補がベトナム人花嫁を選べる結婚合戦産業が発展、繁盛している。このような結婚を行うマレーシア人は地元マレーシア人配偶者のキャリア志向が強いため結婚が難しく、またマレーシア家人とベトナム人の類似性がベトナム人妻を求める主要な動員となっていることを証明している。このような結婚は言語障壁 ベトナム人妻が、マレーシア人の夫を見捨てて、移民族間に生まれたの子供を連れて帰国する事例、恐喝といった相当の問題に直面している。歌人コミュニティのリーダーである、マレーシア歌人協会のマイケル・チョンは、ベトナム人花嫁が逃げ出す鍵となる理由は、マレーシアでの生活と社会に馴染めないことであり、彼女たちの多くは、自国の貧困から抜け出すために結婚した。 と発言した。マレーシアにはほぼ10万人のベトナム国民がいるが、ほとんどが工業ハブ地域のマレーシア半島部のペナン、ヌグリスンビラン州、セランゴール州、ジョホール州に集中している。ベトナム人移民労働者は時折雇用主によって、酷使されるとともに、狭いドミトリーに押し込められたり、給与を搾取されたり、職場での身体的虐待に直面している。強盗。 レープ、殺人、売春などマレーシアで発生する犯罪のうち相当な数がベトナム人コミュニティのせいにされている。マレーシアの元警察庁長官である EN ・ムーサ・ハサン・ムーサ・ハスさんは2008年にマレーシア警察はベトナム人コミュニティが関わった200件以上の犯罪を取り扱ったと発言した。ベトナム人女性の場合は売春が一般的で マレーシア人男性の顧客にとって、彼女たちの体は魅力的であり、また良きホスピタリティによる実践に人気がある。伝えられているところによれば、一部のベトナム人、バイシュンフは、職を得るために不正な学生ビザ取得や、ローカル男性との偽装結婚といった手段を用いる、ものもいるが、多くは不道徳なエージェントから、マレーシアで、 ウェイトレスや工場労働者として働けるとの約束に騙され、無理やり売春宿で働かされている。ありがとうございます。